こんなニュースありにいい雑巾がけ選手権というものが北海道のある町で行われたという話ですね。増毛<う>、えー、町観光協会主催の雑巾がけ選手権2024が27日だ先月か27日だからね、うん、え町内の旧増毛町 いやこれから開かれるんだごめんなさい今月の27日これから開かれるってことだねだから夏休み期間中のイベントってことかな、うん、町内のシケ小学校で開かれます近年は新型コロナウイルスの流行で中止さ,、えー、されていたため、えー、5年ぶりの開催です同協会は足腰に自信がある人ぜひチャレンジしてと参加を呼びかけていますこのイベントは現、えー、存する道内最古の木造校舎で北海道遺産にも指定されている旧シケ小を 多くの人に知ってもらおうと2016年から開催しています。個人50メートルとリレー50メートル ×4 人の2部門。それぞれ小学校や中高生一般など年齢や性別ごとに分かれて行い、個人は老化リレーは体化でタイムを競うと。 午前10時から開会式、えー、参加費は、えー、個人の部が1人100円リレーの部がワンチーム400円、えー、参加者は上履きや室内用の靴を持参します雑巾と安全対策の膝、あ肘パッドは主催者が用意すると上位3位まで表彰されて地元の特産品が送られるということうん面白い取り組みねな個人何メートルって言ってた50メートル50メートルじゃ廊下あんのかな それと往復すんのかな。まあ、あんじゃねえか。あんのか、ええー、なんかすごい、ね、行ってみたいな。ね、道内最古の木造のね、うん、知らんかったね。でも、その P. R. する仕方として、ユニークだね。うん、面白いね。うん、ね、どんな大会なのかね、本当気になりますね。うん、ここに来るのも五年ぶりか。 遅かったわね。選手権3連覇中の男、雑巾がけスピードスターさん。君は私は雑巾がけ電光石火レディリン。<laughs> あなたに負けて3回連続準優勝。つまりあなたは一番のライバルよ。忘れたとは言わせないわ。いや、そんな人いたかな。あ、いや。うん、ちょっと、あなたどうなってるのまもなく雑巾がけ選手権を開催します。 参加者の方は、スタート地点にお集まりください。まあ、いいわ。今日、あなたに勝って、一生忘れられない名前にしてあげるわ。あはい。雑巾がけ選手権、凛選手の挑戦です。用意、スタート。うおー、必殺、ローリングワイパー。ただいまのタイム、十二秒三。大会新記録です。<laughs> これで優勝間違いなしだわ続いて藤代選手の挑戦です用意スタートああ！必殺スペシャルトリプルアクセルトルプルツーサルコーイナバウアローリングローリングジゲムジゲム極光のスリキで海尻水魚の水魚,の水魚松ウンライマーツ風雷マツクールのところに住むところヤブラコウジのヤブコウジパイプパイプパイプのシューリンガンただいまの記録二十三秒八大会最低記録です とということで、あんたの勝ちだどういうこと技の名前が長すぎだわこのロカーを <laughs> ちょっと待って誰よりも綺麗に拭いてピカピカになってるもしかしてこれが狙いあ,あこの5年間で気づいたんだこの雑巾掛け選手権はタイムのためにあるわけじゃない校舎を綺麗にするためにあるってことはな 試合に勝って勝負に負けたとはこのことだわまた来年今度は私もあなたよりピカピカになれるように腕を磨いてくるわあ楽しみにしてるよじゃあまた来年も暑い夏になりそうだ <laughs> ななるほどねってなるほどね <laughs> なるほどどねねっなんだっっててやぱこうイベント化されたことによってね、うん、やっぱこうタイムを競うっていうことにこう言ってしまうけどじゃあ本当雑巾がけってのは何なんだろうかとやっぱそういう本当の雑巾がけの意味の中にずっと綺麗なまま残されたっていうこのね現実があるっていうね深いですね <laughs> <ー>オクラホマの日曜スピリッツ